どうもトビアンです。ミネルバトンサーガ、今日も元気にプレイしていきたいと思います。前回までのコントローラー持ちましょうか。前回までのミネルバトンサーガ、アーカサスにおります。こちら、前回アッシュにいまして、鎮魂の丘で、サーラをという島をね復活させまして、とある魔法を手に入れました。こちらですね、スルーという魔法、なんかかわすみたいな意味なのかな、スルー英語でね、特定の壁をすり抜けることができました。そしてタブヤンの装備、レオンの剣ゲットいたしました。で、なんかレオンの光り輝く3つの装備を集めるみたいな石碑にね、伝説が残っております。残り2つなんでしょうか、探索したいと思います。そして左に書きました、レオン装備ということで、今回のテーマ、怪しいと思う場所、もう一回おさらいしておきましょう。現在地アーカサスで一つ目見つけました。なんかね、行ってないとこっていうか、そういうのがあるとこはサイラスですね。なんか通れない扉みたいなのがありました。あと悪霊の森も行ってないんですけど、なんか違うので、ピラミッドかな、ピラミッドなんか入れなかったと思うんだよね。とはなんか思いつかないんですよね、現時点で行ける場所って。ということで、その2つ行ってみたいと思います。また違ったらそこで考えよう。そしてお墓とメモしてましたけど、結局最終目的地というかが、このレオンの墓っていうのが、この、アッシュの麓っていうかね、アッシュの南にあるんですよね。ということで、レオン装備をまずあと2つ手に入れなければなりません。アーカサスから行きたいと思います。海で行こうかな。で、なんか前回敵が強くなったっていうねことを聞いたので、海の敵も強くなってるんでしょうか、それともいつものタコが出てくるんでしょうか。行こうじゃないか。一周を過ぎて、うわー、ペタ、はじめまして。なにこいつ、ぬいぐる着ぐるみみたいなやつ。ヒットポイント200もあるの強いな。モッグが逃げ惑っております。モッグも十分強いからね、ザンの魔法で。モッグ支援してくれ。敵強くなってるね。確かにヒットポイント削られたな。最大ヒットポイント2160、タブヤンのレベル85でございます。大金持ち歩いてるね。10万ゴールド、預かり所みたいなのはないんだよね、このゲーム。さあ、ペタちょっとダメージ与えて、傭兵に倒させようか。どうだ、これぐらい倒せば、おっと、いけ。そしてカシム隊長率いるデルトン・ルトナも重騎士になりました。あとはアルゴル・シッド、いけ。大丈夫か。お、全然いけるね。あ、カシム隊長がやばいぞ。大丈夫か。シッドが結構やばい。おお、なんとか倒したぜ。これペタ経験値高いんじゃない。ちょっと寄っていこうか。一周、これ経験値あるんだろうね。モッグよ、手伝ってくれよ。回復。さあ、一周ちょっと寄り道、情報だけでもね手に入れましょうか。新情報があるかも。スルーの魔法を手に入れた我々、
情報収集しよう。女神像と南の島、何のことかしら。女神像っていうのがなんか出てくるんだよね。でもちょっと具体的じゃないからメモできないよね。トゥードゥーリストにね。一種。あ、占いやっとこうか。情報収集。あ、これ魂保存だね。やめとこう。各地を回り、レオンの装備を手に入れるのじゃ。なるほどね。まあ、50ゴールドではそんな程度の情報ですか。レオンの墓はサーラの北にある。あ、なるほど。知ってますね。やっぱりなんか、各都市で同じような情報をなんかくれるんだね。ガリレアは神聖なところ。え、この人、移動してくれないの？あ、移動してくれた。この二人なんか恋人同士で、以前助けた人だよね。のいてくれないな。あ、のいてくれた。いや、渋滞してるから。私たち結婚したんです。あ、これで、あ、回復ね。この人、イザムとセレンだったっけ。違うか、違うな、なんか違う人か。名前忘れたけど。他にはなんか情報ないですか。ああ、レオンの装備、神々との戦いなんとかに必要。まあ情報といえば酒場か。ラゴールから戻れるのは光の戦士だけです。ラゴールってのはどこだ。いい男、アケミの好みのタイプ。この人アケミさんなんだ。日本人系の人もいるんだね。レオンになるという意味は3つの装備を身につけることです。4つじゃないんだね。剣と盾と鎧と兜だったら4つなんだけど。あー、ちょっと待って、危ない危ない危ない。この人がいないと、モックがいないとちょっとスルーの魔法使えないんで、いなくならないで。はい、寄り道これぐらいにしていきましょうか。さあ、サイラス目指しましょう。現在地、イシュから、まあ、海に戻って、ローランまで戻ってって感じですね。はい。行こうか。ローランまで。うわ、なにこれ、アンモン、はじめまして。うわ、全体攻撃してくんの？何それ、痛いじゃないか。大してダメージ受けない。お金1600ゴールド、痛いけどそんなにダメージは受けないね。何そいつ。皆さんフラッシュにお気をつけください。アナコンダルはこれ倒したことあるよね。カシム、アルゴル、知っといけ。ヒットポイント高いから無理か。あ、ちょっと押され気味だけど、どうだ。以前にもいたよね、アナコンダル。いけそうか。あ、シットだけやばいな。あ、シットやばい、交代。シット一人では倒せなかったな。アナコンダル、まあそれぐらいがいい経験値になるんじゃないの。アンモン、タブヤンレベル86になりました。さあ90目指したいね、今回で。ててちょっとアンモンダメージ与えて、よし、これぐらいでいいだろう。カシム隊長に任せるか。うわ、全体攻撃いけるでしょう。よし、経験積ましたぜ。お金1600ゴールドはでかいね。クコの水18000ゴールドだったかな。アナコンダル、ちょっと内側だけダメージ与えといてあげて。アルゴル、シッド、クラスチェンジしてほしい。頑張れ。シッドが穴だったからね。
アルゴル何遊んでんの、ちょっと。アルゴル。オッケー、余裕だね。あ、こっちじゃないの、もっと大回りだったね。まだだね。ここは行ったことあるよな。マップ出しとこうか。この辺を今回っております。あ、コンダル、こっちだけダメージ与えておいてあげて、アルゴルシッドのクラスチェンジが望まれる。そしてカシム隊長はずっと出ずっぱりね、隊長だけ。それが隊長の仕事だ。重機士の向こう側見てみたいよね、隊長。経験を積んでみんなを先導してくれ、カシム隊長。痛いな、アンモン。ちょっとタブヤンが倒すか。皆さんフラッシュにお気をつけください。画面をね、じっくり見ないように。アンモンって絶対アンモナイトだよね。名前が。お金は荒稼ぎ。あれ、行き過ぎた、もしかして。ちょっと待って、行き過ぎてないこれ。そうでしょ、なんか行き過ぎた感あるな。ここか。あ、ここっぽいな。いや、海の敵強いね。アナコンダル。私がちょっとお膳立てして。経験値稼ぎ。とはいえ、私も強くならないといけないから、レベル90をね、目指して。さあ、海の敵は強くなったけど、陸上はどうだろうね。陸上も強くなってんかな。あ、ここですね。さあ、もうローラン行かずに行くか。ドードーはもう倒せんじゃない。こいつ飛び道具打ってこなかったっけ。さあ、どうだ。あー、アルゴルが狙われてるぞ。いけるか。おー、ドードーまでは倒せるようになったね。いいじゃん、私楽させてもらえるぜ。さあ、直接もうサイラス行こうか。堂々、結構逃げ惑うタイプだよね、堂々ね。ただこれ休まりはしないね。傭兵たちのヒットポイントちゃんとチェックしておかないといけないから。おお、ヒットポイント300以下とかになるとちょっともうビビるよね。イルガルーン、こいつはちょっと傭兵には任せられないな。結構強いからね、ほら、結構ダメージ受けるよね、イルガルーン。私が倒す。モッグも手伝ってくれ。よし、弾薬は十分。さあ、行こう、サイラス。アルゴルシッド、仕事しっかり。さあ、今もうここまで来ましたよ、サイラスの前まで。ここまで来ましたね。あ、なんか詰まってる、もう誰も行かない。もうしょうがないな。傭兵も宝箱回収できたらいいのよね。ユーガルーン、もう逃げようか、めんどくさいから。よし、さあ来た、サイラス。あ、はい、フィアーアーマン、弱いでしょ、ヒットポイント450、全然消えるだろ君たちで。いや、ちょっともう一昔前の敵だ、全然いける。さあ、どこかな。あ、あれか、
左に見えたね。そんな簡単に取らせてもらえるかな。レオン装備これもう逃げよう。そんなに経験値ないでしょこいつ。しつこいな。さあここで魔法スルー。あ、来た。変なとこで来たぞ。あ、レオンの鎧、簡単でした。サイラス。さあタブヤン装備、守備力138、鎧タブヤンレオン138から150、いいですね。12アップか。いいじゃないか。残すところあと一つ。剣で鎧、鎧っていう感じ忘れたな。まあ、ひらがなで。鎧ゲットしました。あとは盾か兜かな。よし。ということで、怪しいと思ってるピラミッド、行きたいと思います。どんどん行こう。ステップか。ステップ。で、ここでフライしたら、アーカサスまで戻っちゃうから、徒歩で行きます。現在この辺り。北西に、もう直接ピラミッド行こう。あ、結構近い。来たー。めちゃくちゃ近いじゃないか。行くぞみんな。これは、覚えてないなぁ。あ、全然覚えてない。あ、敵強くなってる。ゴートマントル、はじめまして。っていうか元からゴートマントルなのかもこれって。以前強いから逃げようって言って逃げてたかもしれないね。ピラミッド、え、こいつ倒した方がいいのか。ちょっと全然覚えてないぞ。こっち地下から行ってみようか。回復しとこう。あ、両サイドにいるね。ちょっと覚えてないからくまなく行きましょうか。ピラミッド本格的にプレイしたことあるかな。これちょっと逃げますね。あ、これ鍵持ってない時だったから、ちょっと傭兵に行ってみようか。いけるか。橋も隊長だったらいけると思うけど、アルコールシット大丈夫か。ゴートマント。毒は持ってなさそうだね。オッケー。隊長が大活躍だね。両サイド。よし。オッケー。お前たちに任せる。こいつらは。鍵、これ違うね。あ、向こうサイド鍵いっぱいあるけど覚えてないな。ここではない。右か左でね、戻ってね。アルゴルシットクラスチェンジ。タブヤンレベル87になりました。本業レベルね、今回90で4人、あ、アルゴルとシッドが重騎士になることをね、目標にしましょう。オッケー。そしてレオン装備を3つとも手に入れること。私が行こうか。一回合体だ。傭兵たちは休んでいろ。馬車でな。馬車で移動してるかどうか知らないけどね。どうやって全員徒歩なのか、どうなんだろうか。さあ戻ってきて、まず右から行こうかな。こいつ強いのかな。シープヘッド、まあ多分強くなったタブヤンならいけるねこれ。うわ、お金3000ゴールド、結構
これピラミッドを見つけた当時は無理だよね、こいつ倒すの。あの当時のレベルだったらね、いくつだったか忘れたけど、これは今でないと倒せないね。どっちかな、下行ってみようか。うわー、何これ、どっちだろうな。こっち行ってみる。あ、結構複雑だなおい。まあちょっとじっくり腰を据えていこう。どいけい。シットがやばいな。いけがシット。よし、さすが隊長、ナイスフォロー。結構お金貯まってきてるから、クコの水とか買えるよねこれね。え、 MP 回復の、あ、もう MP ない。これクコの水いるな。だってスルーの魔法できないじゃんね。モグがもう MP。 クコの水持ってきててよかった。そして次打ってたら顔。あ、もうザンの魔法なくなりました。フレアに変えないと。魔法フレア。タブヤンレベル88になるまでちょっとタブヤンでいくか。どんどん行こう。これ道中ね、逃げてばっかりだとね、レベル上がらないから、バランスだね。ただもう戦いに疲れた時は逃げればいいっていうね。うわ、どっちなんだろう。これ内側も鍵あるよね、ピラミッド。え、行き止まりですか。しかも両方やられた。左か。戻りますね。はい、ぐるっと回ってきました。タブヤンレベル88になりました。こっちどうだろうね。結構複雑だね。どこに自分がいるか分かっておりません。お、宝箱。あ、なんか青い扉。これスルーかな。で、僕が MP0 なので、クコの水、魔法スルー。あ、いけたー、やりました。あ、そして、あって、ごめんなさい。カシム隊長聖騎士になりました。聖騎士、獣騎士、あとシッドだけか。シッド、いけいけいけ。カシム隊長、また赤くなりました。強くなりました。そんじょそこらの赤とは違うぜ、聖騎士。そしてこれはレオンの盾ゲットしました。いや、順調そのもの。盾、タブヤン、レオンの、あ、ごめんね、ちょっと待ってね、強さ見とこうか。タブヤンの守り151、レオンの盾151か163、12アップしました。やったぜ。もうこんなとこからおさらばだ、ステップ。いいね。そして今ピラミッドにいますけど、レオンの墓向かいましょう。で、鎧で盾ね、3つの装備揃いました。あ、でこれでフライだね。よし、アーカサスに戻って、フライのうまい使い方ね。魂保管で、ちょっとアイテム補充。クコの水、ここは売ってなかったかな。あ、売ってるじゃん。オッケー。弾薬買ってと。鍵も補充。ボアの種も補充。クコの水、1、2、3。4つぐらい買っとこう。クコの水。はい。
奮発しました。貴重なアイテム、行こうか。さあもう一度ね、レオンの墓向かいたいと思います。行くぞ、レベル上げながら戻ります。さあ到着しました、タブヤンレベル90、目標達成しました。そして傭兵たち、カシム聖騎士以下全員銃騎士になりました。あ、ごめんなさい、カメラ邪魔でした。素晴らしい。さあレオンの墓行きましょうか。邪魔だモルタロ。あ、まさかのダンジョン。え、何の前触れもなく。そしてその先に城が、一体ここはどこなんでしょうか。入ってみようか。データでチェック。ここはガリレア、一体どこなのか。町か、ダンジョンがあって、え、町ではなくダンジョンか。階段がいっぱいあるんだけど、何これ。まず玉座っぽいとこから行こうか。何ここ。あー宝箱いっぱい。なんだ重要アイテム。え、スルーの魔法使うのか。何なんだ。人がいないのが寂しいね。ちょっと待ってね、一応くまなく調べよう。一回それで鎮魂の丘じゃなくてサーラで痛い目にあったからねくまなく調べないと。あ、外れに階段、まあこっちから行くか。なんか結構いっぱいあるね。でも赤い扉、宝箱は今のとこ、あー見つけました。何これ、女神像をゲットしました。女神像、ユリアのやつかな。これね、ユリアの巫女の力で島が浮かぶ勇者が現れる時っていう。女神像とは言ってないんだけどね。これなんでしょうか。まあ他もちょっとなんか一番いいやつを先にゲットしちゃったけど、こういう時もあるよね。でもくまなく調べたいよね。もう一つね、赤い宝箱あるかもしれないから。祈りの輪、あれ祈りの輪ってな、あこれか。いらない、青い宝箱はいらないよね基本ね。もうお金持ちになってしまいましたね。誰か人いないのかな。ガリレア、レオンが作った都だよねここ。もう人類は滅亡してるのかな、ここ。ここでは何これ、深いとこ行くな。またなんか先にまだありそうだよね、こんなに奥深かったら。あ、何これ。え、終わりですか。嘘でしょ。女神像使う、違う、こんなもんですか。宝箱まだ見えてるけどな。ここは一本道だよね。ということで左、あ、まだ向こうになんかあるけど、でも行き止まりだよね。あ、なんかひび入ってる、このスルーの魔法使ってみたくなる。スルー使っちゃいました。どうだ、意味ない意味ないのかい。 MP が250も使うからね。も戻ってきて、あと行ってないのこの下だね。宝箱ね、はい、風の笛別にいらない。
いや、女神像を一発で引き当てちゃったね。女神像を何に使うか、次回皆さんね、予想してみてください。私はあれじゃないかなと思うんだけど、次回私の意見は発表したいと思います。あ、これで終わりかな。一通りこっちは行ったか覚えてないさっき行ったかも。あ、行ってない。はーい、これで全部取ったはず。ということで、まあこれはもうね、フライですかね。途中になんか見えたな今どうなんでしょうか。今回はここで区切りたいと思います。それではまた、さよなら。レベル90、次回もお楽しみに。